ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日はザ・クエスチョンラッシャー木村と金網マッチで対戦、正体は意外な大物レスラーについて触れてまいります。オックスベイカーとの金網マッチで負傷欠場を余儀なくされたラッシャー木村ですが、国際プロレスの苦しい台所事情ゆえ無理を押して戦列復帰します。復帰の舞台は金網マッチ、対戦相手は謎のマスクマンザ・クエスチョンです。ギブス姿の痛々しい木村ですが、金網の鬼としての意地とプライドを見せつけます。最後はザ・クエスチョンをスリーパーで締め上げ完全勝利をもぎ取りました。試合後木村がクエスチョンのマスクを剥ぎ取ると、正体はなんと3年前に日本プロレスワールドリーグ戦に参戦したアンジェロ・ポッフォでした。アンジェロ・ポッフォはこれが日本への最後の来日となりました。ポッフォの息子はマッチョマンランディ・サベージです。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はザ・クエスチョンラッシャー木村と金網マッチで対戦、正体は意外な大物レスラーについて触れてまいりました。